ましたよ。はい、帰ってきました。で、今日の釣果を。これが長尾君が釣った。はい。30分かけて戦ったブリちゃんです。ハマチサイズって言ってましたね。ハマチって言ってたね。さあ次に、これがキム君が釣ったタカバ。ああ、ぬるぬるがすごい。やばっか。そう、またくん。はい。おめえのタイです。マダイ。これが多分メスだよね。これがオスっぽいそれ。タイ3匹釣れました。はい。これもメスだな。でこれがヒラマサ。はい、ヒラマサ。種類的にはこんだけで、あれお味噌汁にしようかな。あやめちゃん。どこで見分けるの？ここがかぶってるのがヒラマサで、落ちてるのがと、あとね、まあそんな感じで今日は海鮮丼茶漬け。海鮮丼茶漬けはこれ前からずっとおすすめしてるこのタイ茶のタレ。まず船盛りにしようかな。おお、いいですね。船盛りにして船にきれいに乗せて、みんなご飯を持って船盛りからこう取って、まずはこれかけて海鮮丼にして、ある程度食ったらお茶を入れてお茶漬け。さあやっていきましょう。はい、じゃあまずは大物からいきますよ。さばいていきましょう。やっぱ厚みがすごいですね。すごいね、分厚い。でもう鱗取りません。はい、鱗取らない方が皮引きの時に楽です。この残り半分は宗男くんのチャンネルでまた調理するので見てね、見てね。何を作る予定ですか？釣りのカツレツ。へえ。ブリちゃん。よし。うお。はいはい。です。卵煮物にしよっか。見てくれ、これが心臓だ。わあ、でかいこいつの。そりゃ引くわけですよ。そりゃ引くわけですよ。はい、心臓。なんかさらに取ってくれ。これがレバーですね。レバーですね。トン。はい、レバー。レバー。これがお卵ですね。卵ですね、卵巣。胃袋。胃袋ですね。中身は。胃袋は中を出しましょう。はい。硬いぞ、これ多分。メタルジグ？硬いから。ああ、出てきませんね。何も入って、ああ、お腹空いてたんだね。ああ。そこにタイラバが。タイラバが来たら食うわけだ。はい、この内臓を煮付けにしましょう。内臓類。はい。さあさあ、そしたら僕は3枚おろします。はい、3枚におろしていきましょう。ここです。ああ、うろこ。ああ、いい身ですね。いいですね。皆さん、いい身ですね。ああ、そりゃ引くわ。そりゃ引くわ。でもやっぱブリの方がすごいね、対抗が。オッケー。おお、上手。よいしょ。せーの。ああ、よかった。ちゃんとなってた。ブリブリした。ね。よかったね、これ胸が釣ったやつだよ。引いたもん、そりゃ。それ押すな。タイラバでこんなん釣れんだね。ね、タイラバこれあるから面白いよね。ね。よいしょ。よし。よいしょ。よいしょ。はい、3本完成。はい、ここ荒炊きと、なんかその煮付け的な感じの。こちら湯引きをしております。はい、胃袋も湯引き。さあ、卵も湯引き。はい、これ釜でございます。味噌汁どんくらい？これちょっと味噌汁に入れる？これ。ぶっこみ味噌汁作る？ぶっこみ味噌汁作る？そうね。さあ次に本番です。はい。こいつを3枚におろしていきましょう。着々と3枚おろしが完成しました。いや、血合い骨を取ります。いいよ。オッケー。さあ次にブロック取っていきましょう。はい。さあカヒ。いけましたよ。アシストは？アシストなしでいけますよ。はい。オッケー。うまっ。オッケー。はい、できました。はい。ブリコリッパ。さあ次に。さあお刺身にしていきましょう。していきましょう。さあ海鮮丼にするかな。このままいきますか。ちょっと分厚めに切ってみます。よいしょ。よいしょ。あららららら。あ、大トロだ。いやー、さあブリの解体が終わりましたね。終わりました。よし、次行きましょう。はい、次はヒラマサですね。これもなかなかのサイズですね。うん、いいサイズ。じゃあ行きます。はい。さあ3枚におろします。はい、おろしていきましょう。いやでもヒラマサの方が身がなんか締まってる気がする。そうですか？うん。なんだって？ヒラマサの方が身が締まってる気がする。なんだって？あれ、胸くんなんつったんだっけ？ブリ。ヒラマサは？タタくん。ヒラマサの方が見しま。おいおいおい。さあ行きます。はい。オスっぽいやつから行こうぜ。これ卵っぽい。ああ、卵じゃねえか。卵か。女か。ちょっと女だ。女か。できました。これを炊いていきます。炊きましょう。いろんな出汁を出して。味噌汁？はい。取っていきます。味噌汁。はい。ほい。はい、鯛も一匹さばき終わりました。第2弾いきますか。もう一匹の鯛。さあこれに入っているんでしょうか。ああ、ちょっと待って、今リーチかかった。おああえこれどっち、どっちとも見れるぞ。これどっち、いくよ、せーの。いや卵、白子、白子、いや卵だ、卵だ、卵かよ。ちょっとドキッでしたね、変だもんね。さあこれはじゃあ皮付きでちょっと炙る。じゃあおお、びっくりした。はいあ、よかった。おお、はい、でーす。なんかティアンデバーローチクショー名って言ってよ、あのとこ。お、キム、さっきね、ティアンデバーローチクショー名って言われた。え、なんですか。知らん。誰ですかね。ティアンデバーローチクショー名。似てるな、今の。なんかですね、今の言い方似てる。炙ります。わあわあわあ。わあ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 。うまそうやね。うまそうですね。めっちゃうまそうじゃないこれ。うわー、鯛の炙り。はい、次です。ラストですね。あらパンです。はい。ああ、ついに来た。ついに来たね。ついに？ついに来たと思うぞ。ああ。来たのかい？来よ。ほら。ほら。キム、キム、よー。マジか、やっと来た。え？天ぷら？ポン酢で生でいっとく？お、いいですね、それもいいんですね。でもさ、ちょっとこれ1匹では足りんけんさ、また行こう、ちょっと近々ですね。はい。うわ、じゃあこれ、うわ、天ぷらしてえな。じゃあこれ、じゃあもうポン酢につけてさ、ネギ振って冷蔵庫入れとかない？はい、もう漬け込んどきますよ。漬け込んどきましょう。俺これジュルって全部で食ったら怒ります。怒る。ぶち切れ。4億ピン出して。汁。味噌汁。味噌汁でいいのかな。味噌だき。味噌だきね。さ、味噌の量がわかんないな。どんくらい入れていいかな。こんなもんかな。さ、こんなもんかな。さあ、味噌味。いいですかね。あ、いいですよ。いいですかね。いいと思いますよ。はい、じゃあこれで完成です。はい。さあ、さあ、高場を俺とかでけてたらたたたたピー。いや、まあ最後エラーやん今。困ったらんっていうのやめて。今高場さばいていきますということで。よろしくお願いします。これ根魚さばきよったらさ、もうすぐ包丁切れんくなるもんね。油すごいですもんね。油すごくて、これめっちゃうまそうやん。大根、ああ、しみずがしみてない。これで粗炊きが完成ですね。卵でございますね。さあこれはさばいてバーナーで炙りましょう。はいよ。油がすごさ、油キッシュですね。よいしょよいしょよいしょいと、こんな感じで、あとは高場さんはあとちょっとさばいていきましょう。湯引きいきましょう。よいしょ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 。はい、これで肝刺しですね。これも刺身にしていきましょう。おいよおいよ、完成しました。はい、こちらが海鮮丼にのせる予定のお刺身。上がヒラマサ、下がブリ、タイに高場と高場の肝とタイの白子で、これが宗男くんが料亭の味をパクったと言われる荒炊き。荒炊きで、これがあのキム特製のお味噌汁。それではいただきましょうか。いただきます。さあ白子ペラペラか白子ペラって、おおいいやつから食っちゃいいなよ。犯罪者の目やってる今。うまい。ああ、うまっ。ああ、うん、うまい。照明、いや、おーい。ああ、やば。おおこれやばい。あっ、うんやっぱ美味しい。白子、ああナンバーワンだなこれな。うまいね。うまやばい。これはなんやろうね、これね。このクリーミーさたまらんね。刺身いっときますか。海鮮丼持っていこう。持っていきますか。おのおの海鮮丼にせい。せい。おっちょっブリブリブリ。置いたとこわかるかな。ブリ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 。この辺がオートレットかな。じゃあこの特製のオンヤ金製。オンヤ特製だれ。いきます。はい。これがうまいんだ。だからね。チュンチュン。いいよいいよいいよ。こんくらいかけていいよ。わーしょ、甘辛い感じ。まずはじゃあいただきましょうか。大事でだんだん口の中に。それでは海鮮丼からいただきます。いただきます。うんうん、あうん、おいしい。うん、うまい。マカロンってこれあ間違いないですね。これお茶漬けにしようかな。しちゃいます。もうちょっとお茶漬けいこう。お湯をかける。これもかける。これ多分ね、これかけないでもいいのかもしれないな。さあお願いいたす。ああよかった。ああこれうまいぞ。もうちょいお湯欲しいな。もうちょいいいですか。お湯もいこういこういこう。お願いします。ああわざすもね。それでは皆さん、ああこれはもうやばいよ。早く食べたい。それでは皆さんいただきましょう。はい、いただきます。ああ、お出汁いいですよ。これお出汁。ああうんうん、うまいうまい。ああうまい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 。海鮮丼よりこっちが好きだな。ちょっと贅沢すぎるやろこれ。ちょっとこれいこうか。はい、もう次。はい。俺ちょっと卵食べたいな。タイの卵。卵いこう。はい、みんな取って。はい、なんか俺適当に見よう。それでは皆さん、新滝宗男君味付けいただきます。いただきます。いただきます。ああ。ああ、シュワッとしたいこれ。ああ、うまい。うん、うまいうまい。もう手が伸びてる。ああ、来た来た来た。おお、間に合った。間に合ったか。ちょっと完全に間に合ってる今のは。なんかこれ胃袋胸の胃袋食ったことある。めっちゃうまい。コリッコリ。胃袋なんだこれ。超うめえ。これさイカっぽくない？なんだこれ。なんかイカあれなんか。あうまい。胃袋うまいっちゃ。あとあやめの味噌汁最後になんかいただいて。お味噌汁いただきます。あ、本当にこれだし入れてないんですよ。だしなし？だしと味噌だけ。あ、すごいでしょだし。うまい。うまいでしょ。ああ、いいですね。なんか前回さ、だしなしでやったらあんま美味しくて美味しくなかったやん。でもこれうまいね。今回あやめ？タイとあやめと青物の。あ、そっか。いろんなのあらいっぱい入れたから出てんだ。あらから出てるじゃん。まあとりあえず今日はもう。ここまででゆっくり食べよう。まだいっぱい海鮮丼作れる。さあ、そういうことでごちそうさまでした。いただきます。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。